どうもフォーズです。はいはい、ということでね、藤田バーカー蛍光イエローで秋田に来ております。このバーカーね、非常に売れ残ったということで、今回こちら秋田のゲームショップに行く相棒はこちら、はい、やっぱりこういう時はね、やっぱりパッと借りるタイムズの川島さんですね。それでは出発します。まずね、ハードオフさんに行きたいと思います。はい、ということで着きました。はい、行ってみたいと思います。はい、入りますね。まずね、ここにショーケースがあるわけなんですけど、いきなりね、この古そうなやつが、これ何かな、カセットテープ付き、マジンガー Z、 キャンディーキャンディー、8ミリって書いてある。カセットテープ桃江ちゃんだからね。これ DVD の先、ここが、まあ、ゲームっちゃゲームですわね。これファミコンなんですけど、ミトコーモンが1100円、ロックマン X3 が1980円、ウレッキングクルーが1100円。箱付きだと欲しい可能性が高いんだよね。全然見るのも見やすいしね。ウルトラマンボール、これ多分普通に2000円とかするんじゃないの。あ、そんなことないか。これ潰れてなきゃ欲しかったけど。88ね、内箱トリセツ鉄筋、あ、結構厳しめなコンディション。キアヌ GB、 これも多いんだけど切れそうじゃない、これ安ければ、670円だったら。じゃあ、まあやめとくか一応。あ、この5は高いんだろうな、多分2000円とか。うん、鋭いっすね。バトルガイド、これもね、時々ね、ゴーゴーとかで売ってることあるんで、それだったら買う可能性もあるんですけど、このセディは良さそうな雰囲気が出てる。2025とかだったら買うな、多分これ。でもそれを上を行くような気がするんだよね。お、安っ。あ、でもちょっと思ったよりいい情報帯ではないな。いいなと思って、ここの切り取りがあるの、バーコードバトラーしたりしてるね。買うかもしれないっていうところですかね。これはこれもいいんじゃない、ファイナンタリー3、綺麗そうな感じ。綺麗で2000とかだったら絶対買うけど、あ、これは44なので、なぜかね、なぜか44ね、これね。あ、こっちもなんか良さそうなやつが、タルル君2も意外に良さそうな雰囲気だね。1000円台やったら欲しいとこかな。お、安っ。あ、これバーコードバトラーされてるね、また絶対まあでもこれは買うね、はっきり言って。これはちょっと買う可能性もある。箱付きのスノミコン、ちょっと待って、スノブラが198000、並日ギャラがこれ綺麗なんだよ、その3300円。箱の痛みが激しいですって書いてある。それなの、あ、名人のこのカードの MSX のやつ、2200円は安いことは安い、日焼けてるけど。こっちにもジャンクの本体がありますね。ファミコン本体未チェック2200円。はい、ということで買ってきました。3800円とか4000円ぐらい。はい、これですね、インターナショナルテニスツアー、ママレードボーイ330円、 J リーグ96、ドリームスタジアム、そして、ヒューマングランプリね、4なんだこれ。多分これないような気がするな、なんてちょっとね、なんか続編が多いんですよね。そして買っちゃいました、セディのね、このバーコードバトラーされてる1650円。これはね、痛いっちゃ痛いですよ、本当は。165はね、切なしなんですよ、さらに。切があれば165は絶対買ってるんですけど、この箱のだけのため、切り取られてる箱のためだけに165はちょっとね、勝負しちゃいましたね。これはまあいいんじゃないですか、タルル君88は。タルル君2の88はもうこれはもう、これはもう全然問題ないですね。バーコードバトラーされてますけどね。という4000円ぐらいの買い物でした。はい、ケーズ電機さんがあって、これ大きいな。これ多分大きいんじゃないですか、この感じ。ハードオフさん、オフハウスさんがあります。それでは行ってみたいと思います。なんか花火が上がってますね。なんなんだろう。はい、まあそれはさておき、ハードオフさんの秋田店着きました。行きますか。あ、まず入ると、まあやっぱ新しいゲームと思いきやですね、名城とかがこれ55、ハジャの国ファミコンが4400円か。スーファミ裸もな、なんかね、割とねないやつがあったような気がしたんで、サッカーとかパチスロとか、
ちょっとね、まあジャケ買いするというかね、見てなかったようなやつはジャケ買いする可能性ありますね。あんま見てなさそうなやつは買う可能性ありますよね。これ安いんじゃない、極意飛翔伝、飛翔伝ではないのか、超悟空伝の覚醒編880円、ハルル君4000円、 NBA ジャム1100円、 NBA ジャム辻に3300円、ワードナーが8800円、あ、安い、33、安いけどなねえ。今後この箱付きであんま見ないジャケとかで550円とかだったら買う可能性は高いですよね。パックインタイムもまあ波っすよね。1100円で綺麗だったら欲しいとこあったけど、ウルトラベースボール2550円、これ安いね。まあまあでもか、あマリオとワリオか、まあでも550円で綺麗であれば安いかもしれないですね。まあジャンクショーケース、ジョイコンとかあるぐらいかな。ゲームはなさそうな雰囲気、これジャンク本体ですよね。プレイステーション12200円、1100円、スダミ1650円、ヤケゲームコンピューター1100円、 XBOX にこれとかありましたよね、ゲームできました550円。こうさっきスルーしたところにこの PC エンジンとかが、ファイナルソルジャーが4950円、ディープフィアってどうやったっけ、これ1760円、クロスソード珍しいけど13200円か、シルフィード2200円、痛いとこ疲れてますかねこれはね、やっぱね。はい、ということで買ってきました、スーパーウルトラベースボール2550円、パックインタイム1100円、ワニャンパラダイス1100円、ということで2750円買ってきました。まぁ、ちょっとこれはね中身次第かなっていうのはありますよね。もうガチャ要素満載のなんかこの感じで、外がすごいピシッとしてるからとかいう理由ではなく、まぁ、波品だけどみたいなことで仲が良かったらいいなぁなんて思って買ってます。やりました。はい、ということでね、この関西のところに戻りましたか、秋田から帰りますということでね、帰ってきたわけなんですけど、蛍光ピンク藤田とと、この胸の感じは初めてですね、このパーカーね、豪華ショプリントということですね。これはデューンの、かなり前から来てるやつですね、これスペランカーパーカー、これはまあ関係ないです。まあ単にこれは干してあるというか潰してあるだけ関係ないんで、要はこれですね、今日いただいたものはこちら、お花ですね。はい、あ、すごいいい花をいただきましたね。あ、この緑と言われるやつも入ってますね。はい、入籍報告をして、その昼して、その夜に、ハムスターさんの、まあ、いつものニコ生放送に行ったということですね。現場ではね、いただいたの、さらにいただいて、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。この前もいただいたんですよね、本当はね、あの時、ノンフィクションの放送の時。で、まあ、その時は、入籍してなかったということですね。はい、ということでいただきました。ありがとうございます。まず、あ、これね、台東のおはやしさんがいたんで、これまあ台東さんからですね。おはやしさんはすごいゲームのコレクションを持ってるんで、それはまた別にねいただけるということなんでね、多分ね。この100円はハムスター浜田社長より、ご祝儀ということでいただきました。ありがとうございます。100円ですね。はい、裸で100円玉をいただきました。そしてこれがすごい、これか、これがやばい。そう、これ何かっていうとね、この100円は何かっていうと、この、まあ、ディーノさんがくれたんですよね。このご祝儀をくれたんで、その、隣にいた、浜田社長も100円をくれた。これもすごい渋いっすよね、本当に。なんか何にも、そっけない感じだったのに、帰り際にこれをくれたんですよね。ああ、これでも、最初から用意してくれたんでしょ、もちろん。ハッピーウェディング。なんかこういうのなんか全然気にしないけど、語弊があるんですけどね、なんか、当日もなんかすごくね、まあまあハムスターさんがこう盛り上がってるから付き合うかみたいな感じだと俺は踏んでたんだけどな。すごいな、マジですごい嬉しい。まあまあこれがたとえ空だとしても嬉しい。まあ気にかけていただいたということでね、ちょっと見てみようかな。どうなんだろう、どうなんだろう、どうなんだろう、なんかすごいな。でもこうなんだ、こうなんか渋いっすよね、あの人だってこれね。ありがとうございます、本当に。あ、なんかやばいやばいやばい、あ、マジで、あーマジか、すげえ渋いな、なんか渋、本名が記載されてる裏にピンで入ってますよ。いやこれね、すごくすごい手間がかかってて嬉しい。このピン札を用意するのもきついし、あー、ありがとうございます、本当にありがとうございます。そしてまだあるんですよね、こちらです、色紙。
はい、ありがとうございます。これはね、こうやってテクモゲームズの原尾さんが書いてくれたと。直筆ですげえうまい。まあ、漫画、漫研とかで、とかも入ってたし、ストーリーとかもゲームのやつ作ってたし、絵も描いたし、すごいうまいんですよね。田野平さんは、パズルボムのイベントの時にお世話になりました。いやでもこれね、ありがとうございます。この、まあ、代筆っていうのは、まあ、こうなんか電話とかで、連絡を取って、浜田さんが書いてくれたってことですね。ありがとうございます。私がソニックしますね。これからは私がソニオクしますね。なんだ？忖度しますね。おめでとうございます。これからは私が忖度しますね。背中を知らずに、うずつさんでされた。私が忖度しますねって書いてある。ガクト。あのガクトさんではないですけどね。あのハムスターさんの中のガクトさんですね。ミサイルさんとか、シムナさんとか。あと、まあ、メッセージとかもね、もう本当にいただいた方も多いし、電話もいただいたりとか。まあ、でも KRD さんなんかすごかったね。12時に発表して、もうその数分後ぐらいにメールが来て、さらに電話が来て、まあ、豆だからね。と、ありがとうございます。まあ、伊藤さんとかももちろんメッセージもいただきましたし、ああ、でも本当にこれに関しては本当にいろんな人からメッセージいただいた。皆さんありがとうございます。本当に。まあ、やっぱり X のやつが多かったかな、一番。あと、Facebook、インスタとかね、ありましたけど、まあまあ、こんな感じで。はい、という真夜中のいただき物でした。ありがとうございました。